番組でアシカの鳴き声モノマネを披露し、その英知な声にファンは悶々とした。46時間テレビで行った運動会の50メートル走では、ジャージのチャックを全開で揺らしながら走った。地元の川でイノシシに襲われたことがあり、イノシシと遭遇した際の対処方法を自分で習得した。同期で元メンバーである大園桃子と仲が良く、ファンからは与田桃の愛称で親しまれている。映画の公開イベントで自身の10代の頃の写真を見せ、やんちゃして暴れてた時代の私ですと話し、会場を沸かせた。